若林直子のおまけのコーナー、はい、今日はもう間違いなく若林直子の番組になってますね。はい、また今日もはいはい、もうなんかあれやね、今日何の回でしたっけ。今日はね、豚バラと大根のお酢煮。何回目でしたっけ若林さん。今日5回目ですシーズン3の5回目でございまして、はい、はい、それのおまけのコーナーで、はい、今日ちょっとおやつに食べていただくの、はい、さっきもちらっとお話出たんですが、はい、岡山にちょっとね、若林さんと同じ現場でちょっとお仕事に行かせていただいて、はい、帰りのサービスエリアでね、はい、はい、しか言うから開かないんですこれ、うん、開けにくいなこれ開けにくいとか言うたら言うたらあかんの。あのサービスエリアでね、ちょっとうまそうなもん見つけたんで買ってみたんですけども、生きび団子。きび団子って生きび団子きび団子みたいな感じね。生きび団子きび団子かけるスイーツって感じね。白桃果肉入りカスタードクリーム。もう何入ってるのかちょっとよくわからなくなってきて、うん、何情報型でね、結局何やろ、結局きび団子なんですね。きび団子や。ここがね、あの冷凍で売られてて、うん、ウルバではなんてウルバでは、ね、もう実はその前の冷凍で売られててもちょっと危なかったけどね冷凍でこれ売られててね、はい、30分ほど自然解凍して食べていただきますみたいな感じやったよ。何してんの大丈夫はい、はい、でちょっとまあ美味しそうやったんで買ってみました。はい、いただきます。よいしょ、うん、ね、これ食べて分かったんやけど、うん、きび団子って美味しそう。これ食ったら、うん、太郎の仲間にならなあかんの。言うこと聞かなあかんかもしれんね。ここにバックアイランドトムはおるけど、うん、太郎おらんし大丈夫じゃん。バックアイランドトムのトムはトムコーのトムなの。美味しいこれ。美味しいやろ。そうかもしれない。そうね、じゃあ酒の話な。うん。こういう風に、うん、洋風アレンジすると、美味しい。全然きび団子ってデザートやん。デザート。デザートなんやけど。デザートですよね。え、きび団子って何？きび関係ないの？きび関係ないやろ。きびは何？きびって何？場所の名前？何？キビって。キビの団子じゃないですか。キビの場所の団子。場所の団子ってことね。岡山のね。え、そうなんですか。今そのつもりでそう言ってたんじゃないの、あんたは。これだって買ったのキビっていうサービスエリアでの。キビってあれね、ヨシに。ヨシに備える。備えるね。雑穀のキビちゃうで。そっちと思ってました。だってキビっぽくないやん全然。あ、真っ白やん。あれ、桃太郎のうちんとこみたいな感じで言うとありますけど、うん、ちびっこが入ってますって言ってるけど、どっちなんやろこれほんまに。ちょっと調べて。両方かかってんの。かかってんのかな。なんかこれでも、うん、桃太郎の話自体はもっと昔からあったんやけど、うんうんうん、きび団子がその時のきび団子はきびの団子やったんちゃう、うん、なんかそれが桃太郎のが持ってたのがきび団子やって言い出したなんか江戸時代ぐらいの話らしいですよ。ああ、そう。そんな、だから最近だからこっちき、そう、だから要は、反則みたいな感じ、うん、その、なるほどね、名物。はいはいはい。なんか、何してんの、何してんのよ。そうそうしてますけど。何してんの粉いっぱい巻いたん、きび団子の。とかっていう話を聞いたこともあります。なるほど、ね。そんなん言い出したら怒られるかもしれんからし。なるほど、ね。あんまり言わへんけど。昔はキビでこしらえた食品だったかもしれないがって書いてある。もう全然わからへんものすごい不確かや。もうわからへん、ね、従来から桃太郎のキビ団子との同一視させる経歴がある。経歴がある。経歴がある。キビが主原料ではないにもかかわらず従来から桃太郎のキビ団子との同一視をさせる経歴がある。経歴がある、うん何言ってるかはよく分かんなんか入ってこないですけどお前反則って書いてる。
昭和に入り昭和桃太郎、いやそれまでにあって明治時代でそんな話があって、うん、で昭和に入り桃太郎は吉備津神社の主祭神吉備津の彦に由来するとの説が起こり、うん、起こり、うん、むしろ起こしたって感じですよ、起こしたよ、これ多分仕掛けようってやつがおるわ、おるってことですよね、うん、なんかこの時代にもなんか広告代理店みたいなやつがおって言うんでしょうね、うん、嘘でもええさかいにそんなにしてしまいましょうやって話になったんやと思う、うん、これを受けて戦後より地域を挙げて桃太郎との関連をアピールしているもうしているって断言した、言っちゃってるか、大丈夫ですか、これこれあの YouTube に載せたら途中からわーって聞こえるようになったりとかしませんか、大丈夫、妨害されんのかな、えそうやんな、なんかちょっとこう地方自治体関わってるかな、そうなんか放送規制とか入ったりしないですか、怖っ、あでも光栄堂さんっていうとこの原料はキビ、キビ主原料はキビになってるね、で三月堂さんっていう、はい、もうだからキビ団子なんて言うたら登録商標でも何でもないから、なるほどね、いろいろあんねんな、はい、で三月堂さんっていうとこのはキビを使っていないので、それを逆に逆手にとってかの日本一のキビ団子とは別物なりと自称していた、あれこれでもちょっとキビ粉入ってんねん、うん、これんん、いやこれはだからこの三月堂さんとは違うもんし、分からん、うん、いやもう掘り下げるとこザーザーザー、美味しかった、美味しかったキビが入ってようがどうしようが美味しかった、美味しかった、これはでもね、ほんま美味しかった。うん、で、これ6つ入りで売ってて、はい、で、3つを、実は食っちゃったんやけど、1人で、ね、1人でじゃない。みんな食べ終わって、で、うん、半氷の状態で俺は食べたんやけど、はい、それも美味しかった。あ、美味しそうですね。中のクリームはちゃんと溶けてんねんけど、なんか外がね、ちょっとなんかまだ硬い感じのやつが、プリンとしてて美味しかった。それは俺は1人で食べられるってことな。うん。どういうことそれ何がなんかこいつも美味しかったって言ってたことはこいつも食ったってことだって食っちゃったんやもん、半氷のやつは俺は食ってないってことやんな、まだ半氷では食ってないやろ、食ってないです、しっかり溶かしたんや、今のが何で美味しかったって言ってた2個食べてるからあれやで2倍働かないとソフトクリーム食べてから食べたからうるさいな、いらんことまで言わんでええねんソフトクリームまで行くか、ほらもうどういうことや、半氷とソフトクリーム用意しろ、そんな感じでしたでした、はい、でコーナーをっていう話でこう嘘つきなおこのあたりはもうなんかもうダメですって言ってました、ダメですって言ってたの、うん、もう私あれダメですってなってましたよ、嘘つけませんって、あ車の中愚痴出た、うん、もうあれ私ダメです、ダメですし結果的にもう逆のことしか起きないじゃないですか、何どういうことどういうこと、こう騙すより騙されるパターンしかもう起こらないじゃないですか、ちょっとやさぐれてんのよ、やさぐれてるね、うん、だからうんうんじゃなくて嘘つきなおかのえなそこでつまずくんかい、もうな嘘つき外してあげるわ、なおかの普通の話、よーい、はい、なんか京都で普通のことがあったらしくて、どんなことがあったんですか、はい、普通のことがありました、はい、だから何があったんやって聞いとんねちょっとあれやねバックアイランドトムの語りの人みたいな感じで喋りだしたね、あんた語りなんや、じゃあ語りたかりみたいな言うな語りかあなたのナレーションをバックに渡辺謙さん出てくるんだろ、あ、うん、あ、はいはいはい、はい、え、市原さんはもう追いやった、追いやった市原さんも追いやったあかんかん、ごめんくださいませはいいねいや、やっぱり市原さんに今ちょっとモノマネしたいんえ、モノマネでしたなんかちょっと言うてあげえやいやいや、いいですよいやもうそんなね、若林さんに比べたらそんな、はい、僕のものになったね、そうですね、
そうですね、武藤かと。私のモノマネ、はい、モノマネレパートリー増やしていこうか。そうや、あ、そうですね、モノマネ、モノマネ、ね、モノマネ、モノマネしようや。だから声質似てる人でモノマネしたらいいんじゃん。最初は自分の声質似てる人のモノマネをしたい。モノマネってほらちょっと困った時にこう一発かますのに役に立つやん、うん、私そういうたら言うてましたよね。何どこで言ってました私。知らんわ。あのモノマネ頑張ります宣言どこでやってました。ここで言ってました。違うかな。どこで喋ってたやろ。モノマネ、まあ、頑張ろうや、うん、私モノマネやりますわって言っていつやったかな。そんなん言うたん。言うてた時あったんですよ、うん、一時期、うん、でこれどうですか言うて、全然モノにしてないよ言うたら却下されました。却下早いな。何やその時何やろうとした。その時ね、うん、あのやったのがね、うん、あまちゃんの時の、うん、あの人の歌、あの人の小泉今日子のアイドルやった時の、うん、聞いてよってあったでしょ。だからいつもなんか微妙なピッチで歌い始めてる。キョンキョンそんなやったかな。その曲をね、ああなんかこう歌真似やったん。歌真似をしたつもりで、はいはい、これ似てんのちゃう私って思って。わべちゃん声がもう俺らよりも低くなってきてるね、うん、今もう今は多分無理です。キョンキョンではなくなってる。もう今は無理です。キョンキョン今はっていうか今はっていう問題なのそれは。時期の問題。私の出囃子それで決まったんですけど。なキョンキョン。はい。あ、そうなんや。そうですそうです。潮騒のメモリーがそんなんやとね。なんですよ。うん、ナッツの、うん。ほらもう明らかにここで言うてたんと違って、小中帝絡みで誰かに言うてたんや。言うてましたね。うん、だいぶ前の話ですね、うん、じゃあ。うん、それは俺らに言われてもわからへん。やってみて、ああ違うわ言われた。はい。でもう封鎖されました。ああ封鎖。明らかもだって声がキョンキョンではないものあった、うん。なんか似た人にしようさ。誰に似てますかね。あ、やりたい人とかないの。20年前、はい、やりたい人、うん、20年前、やりたい人、20年ぐらい前はクレヨンしんちゃんをやってました。あ、みんなやりますね。みんなやればなんかこの声を聞いて、まあ、ちょっと、まあ、一回やってみたクレヨンしんちゃん。はい、若林直子のクレヨンしんちゃん321練習したい。練習、はい、おだしんのすけだ、ちょっと待って。それさ、でもさ、なんかやってなかったっけこのレースの中で。やりましたっけ。なんか聞いたことあるような気がすんねんけどね。気のせいかな。しんのすけだぞって。やって、なんかでやってたような気がする。あとおもろいね。やってましたっけ。すごいな。すごいなんか、腕あるね。ちょっと、そんなんね。すごい格段と思ってんな。言ったことないのに。おだ。なんか、やってた。そうやってやってた、ほんで。しかも、そうやってやってた。しんのすけだ、そうやってやってた。しんのすけだぞ。過去20何回うるさいな。振り返ってください。どっかでこれやってます。多分若林うらしんのやかましいわ。しんのすけ、しんのすけうるさい。ピーターか。ええそうでした。ええそうでした。ええそうでした。何が違うやんって言おうと思ったら、うん、ほんまにしんのすけ、うん、そうや。ああ何、ほんならベタなところから攻めていこうや。何モノマネって言ったらまず誰。誰ですか。田中角栄とか。ああ、田中角栄、ね、田中角栄俺らの世代には田中角栄。何ですか田中角栄って。何喋ります。いいよいいよ。田中角栄のモノマネを若林直子がします。321はい。田中です。それマキコでもいいか、うん、どっちか言うだな。マキコやったよな。マキコ、マキコの方。マキコの方。マキコの行こうか。マキコ、マキコ、連れか。失礼や。まあまあ、偉い人や。はい。田中マキコさん、3、2、1、はい。田中マキコです。なんで高野さんやん、だから。さっきの、さっきの方が似てた言うてんのに、なんで高い方に行って。それもう完全になんかもう、おすぎですやんか、そこはもう。おすぎです。ピーコです。なんで、なんでローコンにしたん、ピーコは。ピーコはちょっと低いやん。一緒じゃん。え、なんかで、ね、なんかで、おすぎです、ピーコですってありますよね。知らん。なんかありますよ。ありますよ、ありますよ。これ、何やったかな。なんか映画の、うん、宣伝かなんかじゃあるやつで、おすぎです、ピーコですって言われる。だけど、あなた、言うてみたら同一人物。そうやで。あーか、もう吐きそう。吐きそうってないか、あかん。
なんかないのほか。俺らの世代がよう知ってる人のものまね。ものまねといえば。ものまねといえばこの人。ものまねといえばコロッケ。ものまねする人。ものまねする人やん。コロッケのまねしてどうすんの。やってみて。コロッケのものまねやってみて。はい、3、2、1、はい。なんでだいぶマイクから離れたところでやってるのあんた。ちゃんと伝える気になってくれる？伝えることがないんです。ないんかな。コロッケの真似すのちゃうんかい。コロッケって本当がどこかわからないですね。まあモノマネばっかしあるからな。はい、うん、まあまあ普通に喋ってるとき普通に喋ってあるからね、まあ、あんまイメージないですよね、普通の人のね。普通の人のイメージないって、まあまあ失礼や。失礼。人間ちゃうみたいな話やで、それ。まあまあだいぶそういうところもあるけど。うん、どっちかっていうと野口五郎とかやったらいいんじゃん。野口五郎で私鉄沿線とか歌ったらいいんじゃん。私鉄沿線？野口五郎。うん、お野口五郎なってきた。なってきた。はい。野口五郎いきます。3、2、1。はい。野口です。そんなわからないですよ。やってください。いや、なんかやってください、じゃあ。いやいや。なんでそんな。絶対勝てへんもん。絶対マジで。もうね、我々養殖がね、あなたみたいな天然物に勝てるわけない。勝てるわけがない。なんかやってくださいよ。もう値段が違う。絶対面白くないもん。じゃあ、じゃんけんしてくださいよ。だから絶対面白くない。じゃんけんで私がやりましょう、じゃあ。絶対や。じゃんけん、はい。はいはいはい、勝ったじゃんけん、はい。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、はい。あ、違う。ほーら、来た。やらへん。先やったやん、俺。そうや。何やりました？先やったやん。市原さんやらった。そんなん流れましたやん。ごめんくださいませってやったやん。ずるい。何がずるいの？ちゃんとテーマでつけたよ、うん、ラジオやのに。ごめんくださいませ。なんでレパートリー増やそうとして。なんでレパートリー増やそうとして。あんたがごめんください。普通に若林が言ってるだけやん。若林が来てるやん。若林は見たになってるやん、その。若林は見た。ごめんくださいませ。なあってな。まだ今のところ何も成功してへんね、モノマネ。森進一とかじゃん。あ、森進一。森進一、大黒さんとかいいんじゃん。大黒さんよ。ついに手出したわ。ペチッだった。大黒さん。練習せんでええわ。ちょっとなんかもう山瀬まみに寄っていってる。山瀬まみです。一番そういうの似てる。山瀬まみです、うん、もっとこう誇張して山瀬まみ、もっと全部点々つけて山瀬まみです、うん、もうあの掛布くんぐらい行ってしもたら山瀬まみになる。山瀬まみです。なんで低くすんの。山瀬まみです。山瀬まみで若林直子ですって言う。若林直子です。若林直子になってるな、それ。若林直子です。山瀬まみは山瀬まみ。あ、いや、なんか若林直子です。これ誰が得するの。もうなんか俺らも流れ玉に当たってるし。誰に利益があるのこれなあ。うん、まあ、ちょっとなんか考えてきてください。何をですか。次までなんかもっとこうそれこそニッチなところのモノマネ。ニッチ？なんか狭い。だからあのものすごい面白いのはさ、自分しか知らへん。そうそうそう。親戚のおばちゃんとか、そういうの。あ、高校の時の国語の先生やりますとか、そういうの。そういうの多分ね面白いよ、うん、似てるかどうか分からないけどみたいな。あのな、今なんかよく出てる女芸人さんの人みたい。よく出てる。まあまあ俺らテレビ見えへん人やから、うん、ごめん。あ、ガンダムは見るけど。うんうん。ああ何ガンダム見ることがあかんみたいに言われてますけど。完全にバカにしてたよね。皆さんこいつガンダムバカにしましたよ。そんなことないですよ。ギャンみたいな顔して。
ジャン今向こうドンってなってる。まあ、ギャンみたいな。ギャンっていうかマクベやけどね。うん、どっちか言ったらね。マクベ？これはいいものだって言わなかった。これはいいものだ。ツボ持ちながら。これはいいものだ。それで真似ができた感じですか？大丈夫？あの顔真似ができてるから。うん、それはいいものだ。それになったな。これじゃなくなったな。取られとるわ。持っとけや自分で。さっきまで自分でこうやって持ってたよ。持ってかれちまった。もうこれガンダムファンはどっかんどっかまた出るよ。多分横にいた部下が持ってるよね今多分ね、うん、何回も言うもんやからもういいですって取られていたところだった。それはいいものだってすごいなあ。そこまで持っていくもんな若林直子は。うん、そういうとこあるよね。うん、そういうとこ、うん、どういうとこ。あんまわからない。ストライクゾーンは打てへんもんね。そうやね。いわきみたいなもんやんな。だからそう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 。いわき。いわき。次かいわれこうといてあげるわ。いわきのかいわれ。いわきのかいわれでもない。いわきのかいわれ。なんかそういう商品みたい。作ろうか。そういう生産農家があるみたい。いわき、いわき。お、いいね、いいね。かいわれ畑。かいわれ畑か。畑か、かいわれって。めっちゃ水耕栽培じゃん。あかんわ、ほんまに勝てへんな。ずるいな。ずるいずるい。ええー、な、ずるいというか、やっぱええよね。だって面白い。持ってるもんな。面白くなるやん。無理やもん俺ら。うん。何の格好今の。もうそのさ、じゃあその喋る喋らへん以前にこうやる気をもう出さへん感じをやめてくれる？それ。何今の。なんか中何やろ。なんか偉そうにするわけでもなく。自分の服をちょっと人にこうひけらかす感じでこう見てください。私今日花なんですみたいな。なんかこうしてんかもいいか。さっきからもわからない感じの服やもんな。もうここ全部粉だらけやったんで。ここかどこかも聞いてる人はわからないし。まあほなとりあえずあの、はい、次の回までに、はい、若林直子のモノマネを3つできるようにしてきてもらいましょうかね。うんうん、なんかやっぱ鏡の前でやるのが大事だしよ、モノマネは。練習は誰の何をするかが問題ですね。あ、それを決めようか今。はい。あ、その方が。そうやんな。課題があやるんですか。課題がやるんですよ。だから市原さんと、はい、あと誰する。市原さんと郷ひろみと、はい、マクベマクベか。マクベ、うん、マクベマクベってマクベってなんかなんか落語の中に出てきちゃうの。マクベ、おいマクベ、マクベだけ知らないでしょ。どんどんどん、おいマクベって感じやな。へいへい。下手から来るやつやろ、うん、マクベ、マクベ、マクベ、うん、え、マクベのマクベじゃねえし。マクベがわからないです。何かマクベ大丈夫今は、うん、しマクベってあのシリに言うたら答えてくれはるわ。マクベ、うん、すいません私にはわかりませんって言われるかもしれない。もしかこの壺はいいものですかとかで聞いてきはるかもしれない。シリやりよるかもしれんな。それぐらいやったら聞くんかい。あれどうやってやるんですか。直し直し。マクベミュージックが再生されていません。何ミュージックが再生されていません。すごいところ。マクベミュージックが再生されていません。なんで認識してくれへんの。なんで
ヘイシリーって呼ばなあかんじゃん。ヘイシリー、マクベイ。開始、一般電話に発信。あかん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 。なんで？大丈夫かかってない。ちょっと。あーびっくりした。そらかけられてきたら何事か思わるわ。マクベ。見つかったのはこちらです。違うな、ね。マクで。マクでなって違うな、ね。自分。マクベ。惜しい。ベベでマクベイに関する情報が見つかりました。ティモシー・マクベイ来たわ。惜しいっちゃ惜しい、ね、惜しいっちゃ惜しい。あれ、なんで私大使なんですか。マクベイ、マクベイ、マクベイ、マクベイに関するこちらの情報がベベで見つかりました。ありがとうございます。ですダメですね、ダメですね。だからもう手動で調べといて、うん、マクベイ。はい、YouTube で調べといて、うん、すぐ出てくる。すぐ出てくる。わかりました。うん、チーン言わしてやろう。あ、マクベイってしたらあれが出てくる。ティモシーマクベイが出てくるから。死刑囚の話になるからさ。あかんよ、はい、というわけで、次の回までに、その3つを、はい、何やったっけ、市原さんと郷ひろみと、はい、マクベイね。ジャパン、うん。今すまそうとすんな。ご満悦の顔ですけども、今すまそうとすんな。今ほんなら今とりあえず見ちゃっといて、ああ次の回にどんだけ成長してるかっていう、ね、はい、まず市原さん321、はい、むかーしむかーし、こっちできたんか。はい、はい、郷ひろみ321、はい、ジャパン、はい、マクベ321、はい、マクベイだよ。ゆるキャラになってる。でマクベイになる。違うゆるキャラ。地方都市の。あんまり有名じゃないゆるキャラになってる。うん、米巻く人みたいな。マクベイ。どっかなんか米どころの、うん、せんべい屋さんが作ったなんか、うん、マクベイ。はい。はい。ハプニンちゃんと多分共演がある。共演がある。そうですね。はい、今日そういうあれやな、ハプニーじゃない、一つもしんかったね。そうですよ、あれ来てへんやん。あ、ほんまやな。あじゃねえよ。はい、それでは今回はこの辺にしときたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。